純駆動書店大分店は1995年に当時の大分ホーラスに九州地区の第1号店としてオープンしました。その後ホーラスが閉店しビルを建て替えたことを受け、2017年に現在のセントポルタ中央町の商業ビルに移転して営業を再開しました。しかし商業ビルとの契約が満了することに伴い、来月31日で閉店すると今日発表しました。純駆動書店大分店の現在の売り場面積は合わせておよそ1320平方メートルで、40万冊ほどの書籍を取り扱っています。大分市中心部の大型書店として多くの人に親しまれてきましたが、オープンからおよそ28年でその歴史に幕を閉じることになります。